エクストララジオは岩手県花巻市が生んだヒップホップスタービックリマンのメンバー5人が B-BOY のリアルな視点で痛快かつドープなトークを繰り広げます。聞くだけでポジティブになり運気や健康状態が良くなると言われています。それでは It's Showtime。聞きたくなってきた。いや、聞きたいよな。聞きたくなってきた。聞きたいっていうか、あのボタン、あのボタンどうかやったっけ。クソザマでした。なんか聞いてきたな、これ。あれ？あれ？エクストララジオ。びっくりなんだ。エクストララジオ。あれ、俺ベルトねえな。ベルト、なんどういった？あ、そう、あ、これだ。そうそうそう、これこれ。ベルトベルト。これはうなぎじゃい。ジャイって言ってジャイがちょっとどうですか、あの2週間ぶりにこうくらって映画みたいな映画ですね。生で聞くとそうか、いい開けるといいのかもしれないね。うん、そうだね、うん、開けないで聞いたから、さっきまですんげえ楽しかったのに、なんでこの うなぎジャイって言われて、うん、やっぱ解説してもらいたくなる。どこら辺が面白いのかをちょっと、うん、そこは必要かもね。2週間、うん、どこら辺が、うん、それは聞きたい。あの押しポイントだったんですか。押しポイント、ベルトからのベルトがなくて、うん、で、まあ、奥さんが持ってきて、うん、でこうシュルって、一応シュルって入ったスーツのベルトの穴にシュルって通しか通さないかぐらいで、うなぎじゃいっていうとこかな。いじめられるタイプ。この説明ないとさ、うん、これね、いや、この説明と、うん、ないと伝わらなかった。この説明させてくれるの友達しかいないから、うん、お前の面白さをみんなにもっと伝わってほしいからな。よかった、いい友達。いうなぎじゃい、うなぎじゃい、そんなの言われてもね、映像ありきだったらね、またね、乗り、うん、ツッコミだったから、そうだ、それ、うん、そうだ、いいな、分かんなかったね、うん、いい話だったね、でもそこ、ね、夜帰ったらうなぎ出てくるから、うん、あ、それね、それを使って、で勢力をつけて、あ、分かってんなっていうね、梅田さんがよくやる、それだみたいな。それが理想的ですかね。はい。はい、いいですね。今日は久々にエビちゃんも帰ってきたんでね。そうですね。はい。先週までのやつ、本当、うん、あの、立て直すのがなかなか難しかった。ああ、なんかやっぱ客観的に見てもやっぱ、はい、それはあったね。でしょう。うん、そうですよ。立て直す、うん、ラジオなのかなと思った。立て直す、まあ、そこら辺もビルドアップなのかもしれないよね。立て直すってね。すぐ崩れるよ。いい感じでね、土台できてきたところでね、土台がトローって溶けちゃうから、トロトローってやったら。確かに、うん。よかったね。よかった、ね。うん、だから自分いない時の放送ってね、なんかね、またね。確かにね、今、うん、新鮮な。うん、スカシ以外。けど、もともとはさ、ビックリマンのラジオのイメージって、スカシがさ、ビートスカシのオールナイトヒップホップを一人で YouTube で撮って配信してたのが結構受けて、あのなんかちょっとね、コアなファンには結構人気あったんですけど、その後のなんですかね、イメージからするとね、なんかあのうちら全員でやるとスカシさんってなんかこういうまずねブレイクしてくれるね、なんかまあそれがやっぱ個人とチームの違いなんじゃないですか。いい意味でも説得力ない、ないよ。寒い、寒い、寒い、説得力寒い、説得力寒い、どうでっか奥さん、寒いっすね、やばいで、あとまだろ気づいたらもうお城なくなってくから、お城あんだけもうちょっと8割できてた城が今もうゼロになってるから、むずいわ。辛いです。神田でーす。きついです。恵比寿です。日はまた登り繰り返す。ダゴンなし。インフルです。そうなんだ。はい。そうか。まあ俺は、そうだな、今日言いたいのは、この間、ちょっと東京行ってきて、ちょっとまあ長くなるんですけど、東京、東京、
東京自己紹介で、自己紹介で東京マッカチンさんがマンハッタンレコードでインストアイベントみたいなのをやってまして、はい、ちょうど、はい、だから、やるこれはいけんぞと思って、はい、気合い入れて頑張って行ったんですけど、はい、間に合わず、はい、着いたらシャッター閉めるとこで、あれマッカチンさんってって言ったら、あ、出ちゃいましたねって言われてってなってマジかってなって、どうしようってなってたとこに、うん、スカシ君って聞こえた気がして、うん、えって思ってパッてそのあのアベマとか、うん、マンハッタンの前の道路を入ってみたら、そこにいたのがカワちゃんでした。カワちゃんかい。マジです。いや俺らしかわかんねえ話をダラダラなしゃべってんじゃねえ。いやマジびっくりした。まずカワちゃんをブルーハーツのカワちゃん、違えよ、顔同じ系のだけど、ブルーハーツのカワちゃんがいても俺気づかねえと思うんだわ。同じ系統かもわかんない。いきなり懐かしく、ハンドルの時ドラムこう叩いてドラムじゃねえ。いやドラムじゃねえ、カジ君だそれは。最悪だよ。成り立ってもねえ。成り立ってもねえよ。ちょっとどうしても言いたくて。最悪。カワちゃんに会えたんで。やっぱりすごいっすね。すごいでしょ。全部自分に持ってこうとするじゃん。持っ、あ、けど持ってかれてんのか。持って、でもそれいいことだと思うんだけど、うん、なんか、なんかお尻汚れてるから、お尻汚れてるパッとなんか拭いてあげないと、拭き残しがあるペロペロマット、マット、あのアルバム、まあね、絶好調っすね今日。いやでも楽しいっすねやっぱり。ああやっぱ実際なんだかんだね、久しぶりなんでね、マットティッシュの生誕祭っていうのが、うん、まあそうですね、前回、はいはいはい、気になる、はい、エビスさん不在の、そうなんですよ、まあマイク・ベルナルドとね、あの戦うために、年末、年末ぐらいのトレーニングシーン、肉体改造したね、ハワイ行ってたみたいな、そうそう、まあね、3人、そうだね、初の3人、うん、はい、イベント的にはね、ハイライトとしてはやっぱりなんだろう、その12時を過ぎた時に、なんかマットティッシュが20歳になる。あ、その日だった、その日の、またぐ時で。めでたい。で、その12時ちょっと前ぐらいに、マリさんがケーキ用意してくれて、マットティッシュにケーキで、みんなでこう、盛り上げて、うん、そしたらもうなんか泣いちゃって。あ、あそこで泣いてた。インスタで見たけど、泣いてたけど、そこだったそこで泣いて。今から、3時じゃないんだよ。マジで泣いてる。なんで泣いてんだよ。泣いてて。やばい。で、その後フリースタイルを超してて、うん、で、なんかその12時を過ぎたっていう、うん、フリースタイル大好きなラップで、二十歳その瞬間になったって、すごいなって、いいなーって思った瞬間、俺らの二十歳になる瞬間ってってこう、ワンワンワンって思い出したら、19歳までは捕まんねえから、校庭で全裸でダッシュしてたなぁ。400メートル。400メートルのトラックを、全裸でこう、真っ暗な校庭。青春だったよ。青春、あれ青春で。なぜだったんだろうな。いや、20歳になったら捕まるから、うん、もうそういうのできなくなるよって。から、うん、じゃあもう捕まる前に、19のうちに。まあ、この3人だけなんだけど。この3人なんだけど。向こうのトラックを走る。全裸で走る。で、なんか、そう。で、4月、恵比寿が4月、うん、神田高が7月。4月。はい、一応みんなやったんだよね。一番寒い時に。一人ずつ一人ずつで、なぜかなんかやることになって、で、なんか、結構ね、俺じゃあ一周してくるわとか言われてさ、走ってんの待ってんだけど、まあ、遠くなって、どんどん見えない。怖い。こいつどこ行ったみたいな。コックリさん。真っ暗な校庭で。怖い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 。だからなんなの、怖い。裸だし。裸だし。妖怪だし。あれ何だったんだろうね。危ねえ。あんな深夜に。でもあれ以来そういうことしてないもん。してないね。二十歳ぐらいじゃない。守ってるよね。先生の。同級生の儀式みたいな感じ。いや、ただ単にこの三人だけ。三人だけ。三人で遊んでて。それで。いや、だから、二十歳になる瞬間にラップをめっちゃフリースタイルも上手くなってさ、ラップしてるやつと、そんなことをやってた俺らってと思って、いや本当になんかでもね、冷静に見てたけどさ、うんうん、
19、20歳であんなラップできんの、うん、俺マジですげえなって思うよ、ね、うん、だってできなかったよね、できなかったよね、うんうん、すごいよ、ひよこから鶏へっていう、たまらんわいたまらんわいとか言って SEXY たまらんわいたまらんわいいいじゃんめっちゃいいじゃん、いや、いやそれでと考えるとね、その二十歳ぐらいの今ね注目ラッパー IT1 とか、マットティッシュとかはやっぱ自分らの二十歳の時よりも全然ラップもうまいし、ね、バンダナしてるやつもいたし、バンダナしてるそうそういいあんなね、いきなり話しかけてきて、うん、めっちゃいいやつじゃん、明らかにそうなんだよね、うん、バンダナしてるし、うん、結構やっぱコロナとかの間にさ、ライブすんごい減ったから、うん、久しぶりになんかそのまたライブ行き出した時に、なんか お客さんの層が全然ガラッと変わって、はいはいはい、ちょっと浦島太郎じゃないけど、うん、そんな感覚をちょっと感じてたんだけど、はいはいはい、勝手にこっちがその年離れてるからなんか あの構えてただけで、はいはいはい、実はなんかそんな感じでその話しかけてくれたり、なんかよく、うん、あのなんだろうね、会話したりとかできたんだなと、うん、ああ、うん、この前のそうそうマザーで、そう、うん、よかったっすよ。まあ肝心のライブはっつったら、まああのトークがあのテンポ悪くなってて、まあ、ライブ中にもちょっと気まじいなっていう言葉を気まじいなって、なんかわけわかんなくなってたけど、うんうんとかね、とかね、そうだねとか、はい、こっそり行きたかったな、伊達がさ二人だともうこうなるとか言うから、よりそんな気がしてしまうっていう、まあそこは行った方が面白い、ね、なんか最後その先はを、あそうだね、2人で、うん、あの恵比寿の分を2人で、うん、1行ずつ行ずつってやったんですけど、まあ俺最初で最初先俺やった時にさ、うん、その恵比寿張りの普段の動き、あそうだね、いきなりね、うん、で2人で交互にその恵比寿張りの動きをめっちゃハイな動きでやってたらでその、まあ、順番行って次俺が俺の部分俺のバス入った時にもう超息上がっててもう死ぬかもしれないと思ってあれなんかすげえ、うん、あの助かったなんかパンチラインを言ってもらえ、言わないと俺本当に息つけなくて死ぬかもしれないと思って何だか同じ気持ちだったライブって感じそうそうそういやこんなに動きながらやってんのかしかもさあのリハの前までさやっぱやべえ抜けるわとかあのなんかバスあいやなんかで、はいはいはい、なんか詰まるわみたいな感じだったけど、いきなり本番にスカシがその恵比寿のなんだっけあのムーブなんだっけあの名前ついてるよねあれトリプルなんとかトリプルそおいやそんな曖昧なもんだったの名前なんか名前あったんだよトリプルループワンバースで2000回来る2000回のハウザンドループそうトゥーサウザンドループだそれをいきなりね、スカシがいきなりぶっこんできてからもうなんかいいな気合が、うん、あそれ面白いエビスの魂がここにあるなみたいなあんな息上がると思わなかったね、うん、いやいいその後にやっぱ無理じゃない俺もワンバースだけだからさそうだね俺次もだったと思ってどんどんなんか息上がってすごいねでもしかも最後だからさ結構ね助け合うっていうのがいい5曲ぐらいやった後だからそうだね死にかけてたあそっかそっかやばいかもしんねえと思ってここ言ってくれとか思いながら大体言ってたんですよ素晴らしい、ね、超助かった掛け合いになったんですよそう、まあ、逆にね、まあ、2人とかになると多分そういうのが多分精度があったりするとかあるんだろうね多分ね、うん、1人しかねあとで聞いてみる録音録音のやつの、ねうん、データちょっとなんかマーザーにも上がるか、うん、あそうだねあのサウンドクラウドでその日の様子がぶち上げられると思うのでみんなチェックして、はい、そんな中、はい、なんかメール来てまして、はい、久しぶりにほうメールちょっと読ませていただきたいお願いします、はい、誰かなこれはいます。ラジオネームタッキナルディ。イエーイメンバーじゃんこの場にいないだけでもメンバー天のより出てて、うん、
天道にしようもん、天道のことを滝なる滝なるにしよういいよしょ繰り上げ式だ天道から、はい、新びっくりマンの皆様こんばんは。あれはもんでも飲まれたい。最近体毛の至るところに白髪が生え、老いを感じるアラフィフの、おい、おい、ちょっといいかの変態紳士テクノブレイカーズの1号ことタッキナルディです。コンボすごい。コンボがすごいな。決まりまくってます。6月9日の放送でテキーラの話がありましたが、ツイッターでストロングゼロ 500ml でテキーラ3から5杯分だということを見て、驚きと下半身にある銀色のお盆を隠せませんでした。外でどうやって生活してるの。外で飲むおごられる酒ほどうまいものはありませんよね。タッキナルディも楽しい時間が記憶に残る程度に飲もうと心とあそこを固く誓うのでした。さて冒頭にも触れましたが、新企画新コーナー「おいちょっといいか」ですが、このフレーズに似たフレーズを先輩から言われトラウマチックになりましたが、あえてメールを出してみたいと思います。おいちょっといいか、あのよ、ヤクルト1000売り切れてるってどういうことだ。あ、聞いてねえぞ。だからヤクルト400、3本飲んだら腹下すってありえねえだろう。今日はちょっとここ最後読めません。タッキナルディでしたっていう。ああ、あの、あ、読んだらもう捕まるぐらいの、はい、新コーナーに送ってきてくれて、一発目、一発目の、うん、ヤクルト1000を売り切れてて、先輩が3本飲んだ、腹下した先輩が怒ってきた、うん、世界観がそうだったっすけどね、うん、よかったよ。よかった。途中の手紙のあの、畳みかけるあの、パンチラインの応酬がすごかった、うん。でも、うん、趣旨は俺らが分かってないかもしれない。あ、そうだね。あ、そう、難しいの、うん。ちょっといいかの定義は、はい、スカシ開発者だから、ね、今のちょっといいか、どういうちょっといいかなのか。どういうちょっといいか、うん、今の。はい、このちょっといいかっていうのは。なるほど。解説。解説。ですね。今のはですね、まあそうですね、インパクチって感じですかね。ポキャブラのそのインパクパクよりはインパクチって感じ、ね。インパクチ。なんだっけと思っちゃった。地球祭の。あ、結構ポキャブラ知識的な感じですよね。やっぱヤクルト戦とか、あ、すごい。売り切れてるらしいんで、はい、本当に。そう、免疫力高まるとか。そう、ああいう話でね。さあ、盛り上がって言われました。そんなわけで、おい、ちょっといいかのコーナー。おー、おー、頑張れ。盛り上げろ。続々と来ておりまして。はい。はい、ちょっと、ただ、わからないものがあるんですよ。それは、片塚さんの IQ が低すぎて。そうなのかもしれないです。はい、はい。こちら、ちょっとラジオネームないんですけども、一つ目、はい、はい、おいちょっといいか、100円皿じゃなくて150円の皿のことですかっていう、ちょっといいか、100円皿じゃなくて回転寿司のことなのことですか、150円の皿のことですか。もう一回読んでもらっていいですか、うん、いきます、はい、おいちょっといいか、100円皿じゃなくて150円の皿のことですか。ちょっとわかんない。すごい。間違った和訳。すごい。どういう場面なのかわかんない。わかんない。客なのか店員なのか。どっちかわかんない。最初だけ強く出た。100円皿じゃなくて150円皿。その隠してるやつってことかな。おめえそれ隠してるやつって。おい、ちょっといいかって店員さんに言われて。100円じゃなくて150円のほうだよ。はいはい、ああ。それならしっくりきたかな。違かったらごめんなさい。なるほど。どしどし行こう。回転寿司。どしどし行こう。どしどし。どんどん行こう。いっぱい感じになってきた。いきます。ラジオネーム、サンフランシスコフィリオ。お、新しい。初ですね。おい、ちょっといいか。聞きな俺のゴリラフロー。これちょっといいかのコーナー自体がダメなのかな。いいと思いますよ。
けどこういう感じで、こういう、まあ全然俺ならこんな発想ないもん。そうだね、ちょっといいか送ってこいって言われてた。すごい。続きまして、まだあるんですか。まだまだすげえ、すげえ、ラジオネーム激しい、激しい C、 ハゲカタカナの C は英語の C。 おー、これちょっとでもな P なんですよね。はい、いいですか。はい。テンディのチンポの写メ持ってるけど、インポになったって噂は本当なのかよ。あ、ちょっと言い忘れた。ちょっとこれ、最悪。最悪だね。最悪。カットしよう。来たの全部読まなくてもいいと思う。誰だ激しい。激しい。いやー。D からランクダウンしちゃうかもしれない。すごいね。ああ、そういうことですか。一番いや。D から C にだから良くなったんですか。なるほど。はい。繰り上げ。繰り上げ。びっくりした。続きまして。はい。いきます。ラジオネームは、ないです。はい。おい、ちょっといいか。親とドラマ見てる際、濃厚なキスシーンからの展開は勘弁してください。なきゃそういうことだよ。テレビに行ってる。そういうことです。いいね、そう、テレビに行ってる人もいいです。ラスト2。おう。そんなに来てるんですか。結構来てますね。ラジオネーム、木漏れ日こもちゃん。誰や。いいね。いいね。木漏れ日こもちゃん。誰だ、おい、ちょっといいか。アットマークの前にポケットモンキーって書いてみな。神田田になれるぞ。おい、それ俺の昔のアドレスじゃないですか。高校の時のポケットやばい。これはちょっとあのアカウント死んでっから大丈夫だね。俺ね、多分ね、やばいっすわ。すごいっす。もう一つ、すごいな。こもれびこもちゃんからおもう一個来てます、はい、これが最後になります、はい、おい、ちょっといいか。サブポップとボブサップは別物だぞ。それいいな、今ので誰か分かったな。そうっていうのが来てました。サブポップっていうなんかね、あの T シャツがあって、あった、 T シャツあった、あのなんかね、というのが今回素晴らしい、6件来ました。素晴らしいですね。楽しい。どしどしね、このようにすごい。うんうん、結構怒涛で、うん、結構アトラクションでした。それだけが知ってたんです、ね、今回、ね。そっか。うん、これがコーナー。コーナーだね。うん、マジコーナー攻めたっすわ。ね、ザ, ザコーナーをインに攻めたっすね。ちょっといいかね。はいはい。いや、すごい。7個ぐらいは来てたよね。そうね。じゃあなんか最後にちょっといいかな、お手本聞かせてよ。うんうん、え、例えば。例えば、うん、来週につながるようなさ、うん、あ、こういうのもいいな。あ、いやー、なるほどね、うん、やべえ、釣らなきゃよかったよ。遅くないっすか。そうだよね、遅いっすよね。さっき恵比寿が投稿者のやつ褒めようとしたのカットしてしまったなと思って、すげえ今後悔して。うん、いやでも欲しいとこだよね。まあまあね、リスナーたちが待ってる、うん、最高なギャグを。このポンズンチの外のカエルたちも爆笑するぐらいの。いいね、うん、ちょっといい顔。おい、ちょっといいか。水木有沙の実って意外と難しいな。み漢字が。はい。けどまあなんか透かしっぽくてって感じですかね、今のはね。うん、なんか好きな透かしのなんか感じ、まあ、みたいなことを送ってきてもらえれば。最後にドカン来ると思ったら前の方にちょっと来て、あれがぬるーみたいな。結構好きっすね。いや、そんな感じでね、はい、ちょっと来週からも楽しみっす、はいはい、今日がっっ今日がじゃねえな、6月の23日放送早々分ということで、現状のアルバムのね進み具合もね、うん、
やばいんで。ぐらい、やばいんで。言ってるんでね、はい。今日も最後かかると思うんで。そうですね。うん、チェックしてもらってから、もらって、本当に。どうした最後。やめんの。やめんの。解散するの。コーナー、コーナーをやめないで。すげえ。もうちょっと様子見よう。そうですね。うん、はい。そんな感じで、じゃあ、はい、今回は、はい、久しぶりに。はい、うん、ですね、やべえ、なんかやべえ。ショコラ BB オリーブオイルエクストララジオ。足りねえ今のアンサー、何して過ごすか一瞬で判断、涼しくなったから薄めのジャンパー、いつもの場所にいつものメンバー、感じたことそれがリアル、素直な気持ち I love イラブ、挨拶いらず快活クラブ、一気に読破するオーサンズラブ、脳に栄養シリカ摂取、いつもより少しだけクリスタルモード、光る消化体フリースタル超ドップ、サウナで瞑想温度角度超ドップ、空想テイク2設定をリセット、全ての経験を一度捨てよ、サードアイ見定めるネクストレベル、もうすでに次の次元までぶっ飛んでる、遊んでかない、遊んでかない、お兄さんお姉さん、遊んでワクワク作ってワクワク、肩で風切ると山の金さん、遊んでかない、遊んでかない、お兄さんお姉さん、遊んでワクワク作ってワクワク、肩で風切ると山の金さん、世界中の人口の中の主人公、一番最初に地球に落ちたリンゴ、青リンゴ、重力に逆らって上がってく集中力、今日のミステリーの舞台は都市界力、刺激が欲しい煮えたぎるダシ、パンパンに吸ったはんぺんを毎晩発しで挟み、俺のほっぺに当てにやってきてくれないか、林や一平は今南平、宇宙の広さは南平米、 eBay PayPay そろそろ無限、まるで Hey 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 出てた時のフェイレイ、どこまでも行ける、無制限に広がり続けるワンページ翔平、追いかけて気づけば朝、俺は布団の中虫になる、何やってるの、休みも一回、サラスクレアブルッチシーノートティーバックベリックケラーマン、初めてハマった海外ドラマはそうあれだよあれ、かわいこちゃん